テトゥアン、テトゥアン、ベルベルゴ、キタウィン、キタウィンは、モロッコ北部にある町。白いハトの異名を持つ。モロッコの地中海側にあり、北に4 0トルほどのところには、地中海と大西洋文化、ジブラルタル海峡がある。タンジールからは東へ6 0トル、ジブラルタル海峡に面した。 スペインの飛び木セウタからは南へ4 0トル、町の周辺には主要道路が通っており、中心部の6トル東にはサニア・ラメル空港がある。人口は2004年国勢調査で32万539人。1997年にテトゥアン旧市街、テトゥアンのメディーナがユネスコの世界遺産として登録された。ベルベル語ではティタウィンと呼ばれていた。ティタウィンとは、 ベルベル語で、目を意味するが、この地に湧く、泉の比喩表現である。現在では、ティトゥアンなどとも表記されている。日本人がこれを聞き、カタカナで書き下すと、発音の関係でテトゥアンから離れることがしばしばある。白い壁の家が多く、市街地などでは、家々が密集している地域が多い。特に、メディーナと呼ばれる、旧市街地は、 低層の白い家々が立ち並び職人らが多く住み、この部分が世界遺産となっている。公用語こそアラビア語であるが、アラビア語モロッコ方言が主に話される。リーフ語、ベルベル語を日曜生活に使う少数派もいる。スペイン語やフランス語も仕事や学問の分野では使われている。主な宗教はイスラム教だが、キリスト教徒の少数派もいる。また、メラー。 メラと呼ばれるユダヤ人地区も残る。これはヨーロッパで言う月頭に似たもので、町から隔てられ、夜には門を閉ざされていた。テトゥアンはリーフ山地の北方のマルティル川渓谷、マーティールの肥沃な北斜面に広がり、町の北と南と西は山に囲まれている。テプアンの町の周辺は、オレンジ、アーモンド、ザクロなどの果樹園が広がり、杉などが生えている。 テトゥアンから北東へマルティル川に沿って、車で行くと、すぐにテトゥアンの外交で、地中海に面したリゾート地でもあるマルイルの町に着く。町の北の岩山は、アンジェラ軍の南端にあたり、一方川を挟んだ南側の山は、手つかずの自然もまだ残り古い風俗も残る、リーフ山地へと続いている。町の通りは広々としている。家の多くは、イスラム時代のイベリア半島。 アルイコールアンダルスから、レコンキスタで追われた貴族の末裔が住み、大理石の噴水やオレンジの木などを植えた中庭がある。家々の天井の彫刻や壁画も、グラナダのアルハンブラ宮殿に残る装飾に似た特徴を見せており、床や柱はタイルによるモザイクで覆われている。主な伝統産業は、銀の糸をはめ込んだタイルの製造、そこの厚い履物、その他、フリントロック式の銃や、 織物類などがある。紀元前三世紀には町があったとみられる。ローマ人やフェニキア人の使った品々ナナがタムダの遺跡から出土している。ベルベル人の国マウレタニアに属する町であったが、ローマに征服され属州マウレタニアティンギドナの一部となった。マリーン町の王が現在のテトゥアンの町を築いたのは1305年頃のことでセウタ攻撃の基地となった。 1400年頃には、カスティーリャ王国により、海賊行為への反撃として破壊された。15世紀末にはレコンキスタで、特に1492年のグラナダ陥落で、イベリア半島を追われた難民が押し寄せて、テトゥアンを再建した。彼らはまず城壁を築き、その内部を家々で埋めた。スペインでは、テトゥアンは、海賊、バルバリア海賊で悪名高く、 モロッコスペイン戦争中の1 8 6 2年2月4日には、アイルランド王族の末裔であるペインの将軍、レオポルド・オドンネルがテトゥアンの戦いで勝利して、町を占領し、1862年5月2日の撤退までの間に町をヨーロッパ風に改造している。この改造は地元から憎まれ、結局市民によって、改造の痕跡はすべて破壊され、町はほぼ元の状態に戻った。 オドンネルは後にスペイン首相となり、初代テトゥアン公爵を名乗った。テトゥアンを含むモロッコ北端部は1912年のフェス条約でスペインの保護国であるスペイン領モロッコとなり、南部の大部分はフランス領モロッコとなった。1913年にスペイン領モロッコが発足するとテトゥアンが首都となった。モロッコのスルタンの王子が福王。 ハリーファ・ジェイヒーファとして、スペイン領モロッコを治めたが、その実験は、スペインの派遣する高等弁務官、アルト・コうマサリオにあった。この体制は1956年、フランス領モロッコが独立し、スペイン領モロッコの大部分が合流して、独立国モロッコが誕生するま続いた。こうしたことから今日でも、市民の多くはスペイン語も話す。モロッコの多くでは、道路標識は、 アラビア語とフランス語兵器となっているが、テトゥアンではアラビア語とスペイン語が兵器されている場合がある。テトゥアンはユダヤ人の大きなコミュニティがあった町でもある。彼らの多くはイベリア半島のレコンキスタやスペインイタン問から逃れてきたユダヤ人セファルディムでありハキティアと呼ばれるラディーノ語ユダヤスペイン語の一種を話す。彼らの一部は後に アルジェリアのオランや南アメリカに移住し、20世紀後半にはイスラエルやフランスやカナダへも移した。現在もテトゥアムに残るユダヤ人はごくわずかである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。